はい、マノチです。よろしくお願いします。ジャンプフォースやっていきましょう。キーミッション進めていきましょう。ガレナを追うというところですね。ガレナを上から順に行きましょう。パリから行きましょう。結局見た目は変えませんでした。チャプター変わったんですけどね。で、技は、変えました。アバンストラッシュと、月下転生をつけときました。誰で行きましょうかね。ランダムでも全然いいんですけども、じゃあランダムで、ランダム2人で。いやー、こういうキーミッションでな、獅子王誠使えないのが痛いんだよな。まあ味方じゃないからね、彼はね。一応全キャラ動かしたとは思うんですけども、多分獅子王誠が一番強いんじゃないかなって気するんだよ。これならどうかしら。そこね、どうだ、デスキャリー。あ、そうだ、これ踏んでんだ。甘い。どうだ、デスキャリー。これならどうかしら。どうだ、デスキャリー。そこね、どうかしら。弱いわね、砕いてあげる。これでどう。どきなさい。さあ、飛びなさい。見えるかしら。いや、当たってるか。これでどう。どきなさい。連まで来たよ。これはどう。これで邪魔だ。すごい素敵でしょ。プレゼントよ、風よ。耐えられるかしら。好きだらけよ、渦巻く。強いな。食らいなさい。いったー。好きだらけ。どうだ。そこね、遊びは終わりよ。いや、大丈夫かもしれない。逃がさないわ、甘い。これで入ってくれればいいな。いや、入った。多分勝ったね。あ、削れない。どこ見てるの。そこだ。アバンストラッシュ。何するのよ。アロー。まあ、なんとか余裕はあったな。この後日本か。多分同じだよね、やることはね。このガレナとの戦闘は変わらないと思うんでね。その部分カットしちゃってもいいのかな。一応映しますか。もう2つしかないわけだしな、映しときましょうか。これが終われば多分何かしらのイベントが入ってくれるとは思うんですけどもね。誰使おうかな。今ランダムで選んじゃったけども、なんか他のキャラを使いたいよね。ベジータを使いたい。あと一人はそうですね、サスケ。まあちょっとサスケを先頭に出すか分かんないけども、ベジータ軸に行きましょうか今回は。ベジータも強いな。ファイナルフラッシュが強いね、当てやすい。あとやっぱりヒット数が 100いくものは使ってて気持ちがいい。なかなかね、覚醒でね、スーパー星人ブルーまで持ってくのが大変なんだよね。俺が相手だ。これで終わりにしてやる。そこで飛びなさい。素敵でプレゼントよ。いや、技がなと長い。このガレナの技、たまりやがれ。さあ、誰こっちよ。無駄だ。何するのよ。で、遊びなさい。そこね、甘い。たまりやがれ。あっちゃうよ。どうかしら。そこね、どうかしら。これで終わりにしてやる。余裕勝ちですな。うん、ごめんね、全然サスケつかなかった。これで、イベントか。長官がいないからオートでイベントに入るのかな。それとも長官がいた場所にライトとかがいるのかな。
どっちだ、オートっぽいな、オートっぽいな、俺の予想はオートだな。え、オートじゃなかった。じゃあ長官のところですか。各チームのところに行って何かイベントを起こすとこかな。あ、びっくりマーク見つけましたね。誰だ。あ、動いたね。チャプター何本もなんだろう。来たか。君を呼び出したのは他でもない、ガレナらしき女がニューヨークに現れた。ルフィたちベータチームと共に再度ニューヨークに飛んでくれ。準備はいいか。時間がない、頼んだ。任してください。ラスボス誰。やっぱ長官。ヤガミライトってことはないよな。ヤガミライトだったらすげえ面白いけどな。だデスノート読んだことない人にとってはって話になってもう来るよね。転送完了しました。あの女はどこだ。一刻も早く探さなくては。ピッコロ、あっちだ。さあ私は本物かしら、それともレプリカかしら。倒せばわかることだ。ん、悟空、ピッコロ、ガーラを使ってやるってことか。偽物でしょうね。偽物でしょうね。ここで本物だったらマノッチとルフィたちは全く意味が分かんないことになるもんね。ニューヨークにいるのがきっと本物なんでしょう。まあ悟空、いやーそっか、悟空か。さっきベジータ使っちゃったしな。かといってな、ピッコロとガーラで勝てる気もしねえ。どうかしら、逃がさない。バコミッツ、ありゃー、何するのよ。うわっ、まあそこね、消えなさい。やっ、ありゃー、とはよけ。うーん、そこね、消え、絶対負けねえよな。そこね、消えなさい。よけ。あと一度ピコロガーラを出したら負けそうだしな。そんぐらい使い勝手に差があるんだよな。素敵でしょ、プレゼントよ。そこね、甘い。いや当たってる。どうよっ、あん、ダメ、遊びは終わり。当たっちゃう。意外に楽しめたね。じゃあさよなら。かっこいい。そこね、消えなさい。ありゃ、これはどう。元気玉見ましょう。よし、できたぞ。当たってなくね。当たった。ヒット数途切れるのか、元気玉って。で次ナルト側か。ナルト、カカシ、あと一人誰だ、ナルトチーム。あ、カカシじゃない、サスケ。ナルト、サスケはいると思うんだよな。あと一人デクとかかな。トランクスか。残念、私はレプリカよ。知ってる。作られた命とは哀れなものだな。俺の知っている人造人間たちは悪人でもまだ自由があった。いや、作られた命だから哀れなのではない。自分の意志を持てないのが哀れなのだ。それは本物の人間でも同じこと。なるほど、そうかもしれんな。ピッコロ、ガラ、次の地点に向かうぞ。他のみんなも今頃うまくやってりゃいいけんどな。多分ナルトだよね、次ね。
で最後にルフィだよね。誰が来るかによって難易度本当変わってくるぞ。ナルトサイドは、あ、ダイがいる。いた、あれだってばよ。探す手間が省けたな。Jフォース消してあげるわ。いや、まあダイがいるんだったらダイ使います。ダイはまだ使いやすいからよかったまだ使えるキャラがいてくれてよかった。本当にここでな、全くいなかったらちょっと勝てる気がしないな、ガレナには。ちょっとだけナルトで戦ってみますか。負けたら負けたら、またカットするし、俺はちょっとナルトで戦ってみようや。これならどうかしら。最初にこの技使う。砕いてあげる。あ、これでどう。えい、逃がさないわ。甘い痛いわよ。素敵でしょ。プレゼントよ。そこね、こ消えなさい。交代したい。それ今だ。こっちよ。行くぞ。そこね、素敵でしょ。プレゼントよ。そこね、消えなさい。螺旋丸をうまいことしたいな。螺旋丸。コンボで繋がんないんだよな、螺旋丸がな。そこね、どうかしら。それ今だ。ナルト強いじゃないの強かったよ、強かったよ、うまいこと言ったよ。悟空ナルトを使ったわけですか。やっぱ次はルフィを使いたいかな。ルフィ、マノッチ、あと一人だな。その一人次第ではそのもう一人を使うけど、誰だ、ハンコックか、横にいたのさっき。誰か横にいたよね。行くぞ、ナルト、ダイ。ああ、なんかニューヨークのもレプリカっぽい気がしてきたな。ここですんなり本物が出てくるのかな。あっけなさすぎるよね、ここで本物出ちゃうとね。アンブラスベースより通信です。聞こえるかみんな。ガレナの居場所が分かった。一足先にサンジが向かっている。サンジ、あいつ女は蹴れねえんだぞ。今から座標データを送る。すぐに向かってくれ。分かった、任せろ。行くぞ。サンジか、まあ決定は欲しくないですな。よくここが分かったわね。でも残念、結局あなたは私を攻撃できない。そうでしょ。ああ、俺は死んでも女は蹴らん。だからといって君を逃がすつもりもねえ。それじゃあ一体どうするの。仲間が来るまで足止めする。抵抗するわよ、全力で。ああ、煮るなり焼くなり好きにしろ。そうなら、お言葉に甘えて。え、戦うの。俺蹴るよサンジ、遅かったじゃねえか。あとは頼むぜ船長。お前、分かった、任せろ。誰が来ても同じこと。あなたたちの今の実力ではね。ごちゃごちゃうるせえ、行くぞ。いや、ハンコック使いたいような気もするな。ハンコック、ちょっとハンコックで行ってみようかな。さっきのナルトパターンみたいに意外とうまくいくかもしんないからね。やっぱりサンジは蹴れなかったんだね。いや、まあ蹴らなくていいです。もう
サンジはそのままでいてくださいって思うわ。サンジ好きだな。ハンコック、なんかピストルみたいなやつと、これならどうかしら。絶対最初それ使うな。本当にこれはない。よっせいだー。ふいっ、そこで飛びなさい。どう、やーエレするでない。じゃこれでどうじゃ。スレイズアロー。ハンコックの声かわいいな。それ見えて甘いわ。甘いな。はっでピスタルキス。甘いわ。見えてるわ。あ、遊びは。あ、バイ当たってる、当たってる。意外に楽しいね。じゃあさよなら。そこね、素敵でしょ。プレゼントよ。もうびっくりした。なんかバグったのかなと思ったよ。いや、こっちよ。そこね、メロメロ甘い風。メロメロメロ。そこね、もはや許さぬ。石となって砕けよ。わらわらはかつてない。無防備になるってこと。パフューメンフェメル。超強いじゃん。メロメロ甘い風。飛びなさい。読めんな。メロメロ逃がさない。メロー。よっ、甘いわ。何するのよ。ハンコック超強いじゃん。まあ、ちょっと技ゲージの消費が激しい技だけど、超強くない？こんなやばいね、ハンコックね。こんな一気に躍り出るよ、俺の中の最強キャラ枠に。なんか他の2つの技もまあまあ使い勝手良かったから、で覚醒技もね使い勝手いいし、ハンコック強いですね。多分背でかいからリーチもあるでしょ。なかなかやるじゃない。でも時間は十分稼がせてもらったわ。そうでしょ、プロメテウス。ガレナよ、よくやってくれた。お前いいのよ、すべては私たちキーマンの未来のため。キーマンの未来のためか。確かにそうだな。ねえ、いつまでそこで見ているの。さあ助けてちょうだい。すまんが、それはできない。はあ、どういうこと。ガレナ、お前はよく働いてくれた、キーマンの未来のために。だが世界が一つになるのならば、キーマンは一人で十分だろう。プロメテウス、裏切るつもり。うん、そろそろ時間だ。私はキーマンよ、プロメテウス。許さないわ。プロメテウス。お前、あいつのことまで利用してたのか。キーマンの未来のためだ。致し方ないだろう。お前、現実世界とジャンプ世界は壊れた。キーマンによる新たな世界の創造はすぐそこだ。その時が訪れるまでしばし待つがいい。まあ今さら雑魚敵と戦うとかってのはないと思うんだよね。戦うのかな。ここで雑魚敵と戦うのは若干テンポが悪いぞ。パッと倒す展開だと思うんだけどな。倒してるっていうか、あ、だよね。チャプター9に入りましたね。ガレナのレプリカを片付けんのにだいぶ時間を食っちまったってばよ。本体じゃねえっちゅんに、えれえタフなやつだったな。ん、どうしたナルト。あれ、のんびりしてらんねえってばよ。早くプロメテウスを倒さないと。
本当に世界が壊れちまう。避けろナルト。誰だ。すっかり囲まれちまったみてえだな。どうする悟空のおっちゃん。こいつら黙って通しちゃくれねえだろ。一丁やってみっか。おう。戦うんですかね。なんかチャプター9入ったし、キルよくセーブしてやめようかなと思ってたんですけども。おいサスケ、足手まといになるなよ。それは俺のセリフだ。生意気なガキだ。口だけじゃないところを証明してみせろ。言われるまでもない。うん、なんか今の2人のやり取りはいいですね。っていうか何、ベジータとサスケを使えってことですか。まあ全然いいですよ。あ、じゃあサスケ使いましょうよ。サスケ使いましょう。俺さっきナルト使ってすげえ強かったし、サスケ使ってもきっと強いはずだわ。大丈夫。サスケは千鳥とカトンと何持ってんだ、何持ってんだ。あと覚醒技がなんかロボットみたいのに変身するやつ、ね、手の燃え尽きろ。技の手がびっしりするぐらい音がった。バカめやるやる。技の確認したいんだ。見して。千鳥、アマテラス2回入力か、アマテラスって。はいはい、オッケーです。好きありだ。入るのかこれ。入ってねえな。アマテラスやるね。カグッチやったわね。ダメだ。サスケダメだ。ベジータ変えるわ。ちょっと負けたくない。ベジータに変えます。貴様に指図されるまでもない。これで終わりにしてやる。一体何に当たったの俺。サイヤ人をなめるなよ。そいつをまともに受け止める勇気があるか。ファイナルフラッシュ。サスケってすげえ使いにくくないか。カトンかな。カトンが主軸になるのかな。黒い千鳥は使いにくかった。アマテラスも使い勝手が悪いような気がしたし、カトンか。すごいサスケ難しかったぞ、使ってて。通常技が何か強いとかがあるのかな。リーチが長い感じもしないしね。サスケきつくね。てかそこそこ動画撮ってんだよな。そろそろセーブできる場面が来てくれればやめようかなと思うんですけど。次から次へと。だがこの程度でこの俺を倒せると思っているのか。いや違う。おそらくこいつらは俺たちを足止めするためだけの捨て駒だ。プロメテウスめ、小賢しい真似を。各地で足止めされてるキャラを動かしそうな気がする。っていうかもうこうなるとさ、本拠地に戻る意味もなくなってくるよね。あそこにあいつがいるんだな。ルフィよ、あの中はアンブラスじゃ。アンブラス？俺たちのベースキャンプがある場所か。そうじゃ。現実世界とジャンプ世界の狭間に位置する異世界。そこでプロメテウスは計画を実行するつもりなのであろう。
邪魔をするでない。ルフィ、ここはわらわに任せるのじゃ。ハンコク、頼んだぞ。行くぞ。さあ来るがよい。わらわが相手をしてやる。無事か、ハンコク。わらわの名を気安く呼ぶでない。名前呼んで何が悪いんだよ。で、ルフィたちは？ルフィたち、アンブラスへ向かった。そうか、悟空とナルトも向かったところだ。私たちも早く後を追いたいところだが、そう簡単にはいかぬようだな。この冷圧、まがいものじゃねえな。プロメテウスに目的を達成されると困るのだよ。私にとって都合が悪いのだ。私たちと戦う意志はないというのか。私は常に私を支配しようとする者を打ち砕くためにのみ動く。お前を信じたわけじゃねえぞ。承知していると。では始めようか。動かすんですかね。アイゼンはね、使ったことあるんですけど、あのフリーミッションでクソほど使いにくいよ。いや、マジで使いにくい。使うけどね、どうせなら使うけどね。いつセーブできるんですか。これ終わったら多分ナルトたちが本拠地に戻るんだよね。そこでセーブできそうな気はするけどな。よし、了解。こっちだ。よそ見してると怪我すんぞ。切り裂け。よし、アイゼン行くぞ。劣勢なのクロサク、牛たまえ耐えられるかな。おっと、そう、どうかな。弱いな、雷光。よし、当たったぞ。弱いな、痛いか。弱いな、ふしたまえ、見えるか。弱いな、ふしたまえ、どうかな、ふしたまえ、耐えられるかな。まだじゃわからん。見えるかな、はっ。どうだ、弱いな、どうかな、痛いか。爆動の81ランク、どうか、雷候補。全然技当たんないのさ。どこを見ている。だって多分もう俺通常攻撃のみでダメージ与えてたもんね、アイゼンに関してはね。これでアイゼン味方になったのかな、どうなんでしょうね。というかさ、絶対に本拠地戻ってセーブできるよね。レベル上げてえなと思ったらもうフリーミッションしかないからさ、ここでフリーミッションができなくなるとかそういうことないと思うんだよね。多分チャプター9が終わりとかぐらいじゃない、せいぜい10とかでしょ。もういよいよ終わるよね、話は。また湧いて出てきやがった。ここは私が引き受けよう。お前たちはアンブラスへ向かうがよ。平気なのかよ。愚問だな。そうかよ、じゃあ頼んだぜ。行くぞ、ルギア、ハンコック。セイヤの名前も呼んであげて。多分あれだな、セイヤの名前忘れちゃったんだな。